ジンギスカンのヒゲの牛ですね。はい、こちらで本日ジンギスカンをいただきたいと思います。あれどこ行ったらいいや。どこ行ったらいいや。ここだ。あ、そうそう、こんなとこやったっけ。行き過ぎてしまったな。はい、はい、こちらはですね、ラムとラムの肩ロースでございますね。はい、こちらのスタンダードな人気のメニューでございます。そして薬味ですね、ニンニクと唐辛子と、これが何やったっけ、山わさび、違う、塩か、塩ですね。はい、はい、こちらはあの焼き野菜のもやしとニンニクも、ニンニクの芽ですね。それとピーマンでございます。これ突き出しについてますネギと玉ねぎですね。そしてサラダでございます。はい、こちらはですね、タレのついてないお肉を焼く、ジンギスカンの、鉄板でございますね。そしてタレのついたお肉を焼く網でございます。ラム塩タンでございます。はい、肩ロースも含めてですけども、結構肉がね、厚切りなんでね、食べ応えがありそうですね。はい、ラムのタンなんて食べれないもんじゃないね。知らんけど、はい、知らんけど、なかなかね、まあ、食べてへんけど美味しいと思うよ。なかなか近くの甲府にあるじゃないか。近くは行ってないけど、でこれはですね、はい、焼き野菜を乗せまして、これ肩ロースが今乗っております。ニンニクもね、タレがたっぷり入れて元気をつけましょう。あんまり元気になったら。あ、そう、はい、いい具合に焼けてきましたな。もういいんだよ。はい、はい、こんな感じでいい具合に焼けてきました。ラムの厚焼きステーキに、はい、ありがとう。味付いてますので、はい、網で表面炙る程度のレアでお召し上がりいただけます。はい、ありがとう。最後好みで5つショートレモンスパイスください。はい、おいしい。この肉の厚切り具合がいいよな。うん、マジでうまい。うん、うまい。はい、どんどん乗せよ、どんどん。2回目なんよな。前回清志くんって飛行機仲間のな、清志くんに教えてもらったんですよ。え、去年もっと前。いや、札幌の航空祭があった時、札幌の航空祭でボーイング747がの政府専用機が最後の時やね。あ、最近っちゃ最近ですよね。3年、まあ、3、4年前ぐらい。そやな。うん、こちらはラム肉の厚切りステーキでございます。はい、かなりの厚切りのブロックですね。これもね、食べてないけど絶対うまいと思うよ。いいですよ、知らんけど。食べてないけどシリーズ。肩ロースでございます。あ、今塩をつけて食べようと思ったけどタレにつけてしまう。あ、うん、ちょっと戻してもらっていいですか。大丈夫です。
今度お醤油つけて食べましょう。はい、これうまい。うんうん、あ、塩につけてもうまいわこれ。あの 山わさびもね、山わさびも頼みましたので、山わさびもつけてちょっとステーキをいただきましょうか。皆様ご存知ですか、あの山わさびって。でこちら北海道の方ではね、結構オーソドックスに使われている薬味ですけどもね。はい、もう一つちょっと残ってるのいただきましょう。うん、厚切りの方はさっと炙る程度で、うんうんうん、はい、厚切りのステーキでございます。ラム肉の厚切りステーキ、ちょっとね山わさびをつけていただきます。うん、柔らかいねこれ、うん、で食べやすいようにね隠し包丁入れておられます。うん、塩で食うと止まらない。塩な。うん。これあまり焼きすぎないっていうのがいいよね。うん。さっきから野菜って食えないの。野菜食べよう。慎太郎あれやで。はい。野菜3、肉1やで。慎太郎の場合はな、慎太郎の場合は、うんうん、グルベカの場合は肉3、野菜1ぐらいでもいいけど超優でしょ6キロ痩せたから。まあでもその6キロ痩せたけど、そっからがちょっと進まへんな、なかなかな。ニンニクホイルバター焼きはもう調理して出てきてるな、これ。うん、再加熱しなくてもいいというね。うん、はい、ネギ。でございます。南五条店の限定メニューでございます。羊ユッケですね。なかなかあの食べた感じはね癖もなくで、はい、うん、なんかあの馬肉のユッケともなんか変わらへん感じやな。ああ、そうなんですか。うん、味がね馬肉のユッケとよく似てますね。はい、タレも美味しいです。あの甘くてね、はい、はい、ヒゲの牛さんですね。ヒゲの牛で、ジンギスカンを食べてきました。とても美味しかったですよね。ビーフを食べたってことですか。いやいや、ジンギスカン。ヒゲの牛と言ってますけど。ヒゲの何やったっけ。ヒゲのおじさんはミカウイスキーですよね。あ、でもヒゲの牛やったで、名前。違うの。ってことはビーフを食べたってことですか。いやいやいや、うん、ラムな。厚切りでね、とても美味しいね。やっぱり生ラムっちゅうのうまいね。ヒゲのおじさんはニッカですね。で、あとタレがうまい、タレが、うん、でね、店員のね、皆様ね、あの女性ばっかりで、とても可愛い子ばっかりでね、おじさんはね、非常になんかこう、これは楽しかったですよね。味の評価とは関係ありません、ね、味の評価とは関係ないけど、おじさんにうん、でもほんまに美味しかったよね。これ2回目やけど、満足、大満足でございます。はい、あの札幌のすすきのにね、あるお店今日行きましたけど、なんか別にねもう一つお店あるみたいですけどね、
はい、詳しくはあの動画説明欄に URL 貼っときますんでね、そちらをご覧ください。はい、ススキノはやばい。ススキノって札幌はね、かなりちょっとすごいな、この雪な。うん、はい、そしたらですね、よろしかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ旅行系ブログも書いておりますので、ぜひご覧ください。 URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。